ファブリス・ヌダラム・アンバはザイル共和国、金シャサ出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ザイル共和国の金シャサ出身。1994年にザイルの情勢悪化から父親がイギリスへと亡命。1999年にファブリスも家族と共にロンドンの父親のもとへ向かい、永住権を得た。11歳でロンドンへと移った当初、 ファブリスは英語を話せなかったが、その後は英語、フランス語、数学で優秀な成績を収めた。クラブアーセナル2002年にアーセナルのユースチームに参加し、2004年にはアーセナルのアカデミーに加入。2005年にアーセナルとプロ契約を交わし、10月25日のカーリングカップサンダーランド戦でトップチームデビューを果たした。 バーミンガムシティ2006年に当時フットボールリーグチャンピオンシップに所属していたバーミンガムシティへレンタル移籍。移籍当初は出遅れたもののレギュラーに定着し、献身的なプレーはパトリック・ビエラに例えられバーミンガムシティのプレミアリーグ昇格に貢献。ファンの投票によるバーミンガムシティの年間最優秀若手選手にも選ばれた。2007年5月11日には バーミンガムシティへ移籍金400万ポンドで完全移籍し3年契約を締結したことが発表された。2008年3月12日のポーツマス戦でコーナーキックからボレーシュートを決めてプレミアリーグ初得点を記録。リーグ戦では37試合に出場しレギュラーの地位を盤石なものとしていたがバーミンガムシティは19位に終わり1年で チャンピオンシップに降格することとなった。ボルトン・ワンダラーズ2008年6月16日に移籍金500万ポンド4年契約でボルトン・ワンダラーズへ移籍移籍1年目からレギュラーに定着し、2009から10シーズンにはボルトンニュース氏が選ぶボルトンの年間最優秀選手に選ばれた。2010年8月7日にはボルトンと新たに4年契約を締結。 2011年10月27日には、カーリングカップの古巣、アーセナルとの一戦で得点を決めたが、試合には敗れた。ピッチに倒れるムアンバが倒れた後ボルトンにとって、最初の試合となった3月24日のブラックバーン戦では、ボルトンサポーターからコレオグラフィーによるメッセージが送られた。キャリアのスタートであるアーセナルのサポーターからも、ムアンバにメッセージが送られた。 2012年3月17日にホワイトハートレーンで行われた FA カップ準々決勝のトッテナムホットスパー戦の前半42分選手との接触のない場面で突然ピッチに倒れ込んだ。ムアンバは心停止状態に陥っておりピッチ上で人工呼吸や AED による応急処置の後ロンドンチェスト病院へと搬送された。搬送の途中で受けた。 心肺蘇生措置により心臓は動き出したものの、容体は変わらず、集中治療室で治療を受けることとなった。試合は、ムアンバが倒れたことで中断され、その後審判団により延期が決定された。また、3月20日に行われる予定だった、プレミアリーグ29節のアストンビラ戦も延期になることが発表された。ムアンバには、アクシデントの直後から、 数多くのサッカー選手やファンから回復を祈るメッセージが送られている。3月19日に入院先の病院で意識を回復し、自発呼吸も回復したことがイギリスのメディアで報道された。倒れた2週間後にはベッドの上で体を起こし微笑んでいる写真が公開され、4月5日には歩行を再開したことが応援コイルにより明かされた。 アクシデント時と同じカードとなった5月2日のプレミアリーグ第34節トッテナムホットスパー戦では試合開始前にピッチに姿を見せ両クラブのファンから大きな歓声を受けた7月21日にはロンドンオリンピックの聖火リレーにドホで参加しているしかし医師からの勧告もあり8月15日に現役引退を発表した代表代表では イングランド代表としてプレーする権利を得て、各世代のイングランド代表に選出。U-19 イングランド代表ではキャプテンを務めた。UEFAU-21 欧州選手権には2009年大会、2011年大会と2大会連続で出場。2009年大会ではレギュラーとして準優勝に貢献した。なお、2007年5月には、 今後民主共和国代表から招集を受けたが、イングランド代表を選択肢講示している。2012年11月8日の UEFA ヨーロッパリーグトッテナムホットスパータイ NK マリーボルセンのハーフタイムに登場し、観客からスタンディングオベーションを浴びた。新停止したホワイトハートレーンへのアクシデント後、初めての訪問であり、ムアンバはピッチの自分が倒れ込んだ位置を指さし、 涙を流した。引退後は、スポーツジャーナリストを目指し、スタッフ,フォードシャー大学で、スポーツジャーナリズムを専攻。自身のルーツである、今後民主共和国も出場した、アフリカネーションズカップ2013では、ITV の解説者として参加した。プロフェッショナルフットボーラーズアソシエーションで、アドバイザーとしても働き、2015年7月に、スタッフ,フォードシャー大学を卒業した。 2015年3月からは指導者としてリバプールのアカデミーの練習に参加。2018年9月にはコーチ資格取得に取り組みながらロッチデールの U-16 チームのコーチを務めている。幼少期を過ごした今後ではほとんどの子供がマンチェスターユナイテッドのファンだったがムアンバは当時から後に加入するアーセナルのファンだった。アーセナル在籍時に比較されることの多かった。 パトリック・ビエラが憧れの存在だった。戦術のように学業でも優秀で、ムアンバ自身も16歳頃までサッカー選手の道へ進むことを真剣に考えておらず、サッカー選手にならなかったら会計士になっていただろうと語っている。2012年2月14日にバーミンガムシティ時代に知り合った女性と結婚した。彼女との間には息子が一人いる。ありがとうございます。